まだ息が整ってないんで、今日はあの水軍大鼓誕生30周年の、記念すべき年を迎えて、本当にこの普及とそしてまた活動に熱心に動かれている皆さんが一堂に会して実行委員会が結成されまして、本日を迎えることになりました。その演奏の場に会場いっぱいの大勢の皆さんがお越しいただき本当にありがとうございます。私も招かれた側でありますけれども、改めて厚くお礼を申し上げたいと思います。この水軍太鼓は今から30年前、ちょうど松山市政が施行されて90周年を記念いたしまして、郷土芸能を作り出そうということで、東京大豆の在住の畑中健三先生に作曲をお願いいたしました。以来あの松山市では全小中学校にこの水軍太鼓が設置されまして、それぞれの先生方のご指導によりまして多くの子どもたちも気軽に叩いていただけるような状況になっています。ぜひあの今日はですね、その集大成ともいえる大勢の太鼓グループがこれから出てまいりますので、皆さんも大いに楽しんでいただきたいと思います。私でもなんとか叩きますので、ただあの精一杯、体力からいって1曲が精一杯なんですけども、ぜひ皆さんも機会がありましたら、チャレンジをしていただきたいと思います。どうもありがとうございました。